山口岩尾の方言ロックアワー。どうも、天童のミュージシャン山口岩尾でございます。10月に入りました。ちょうどこの時期、俺なんか割とギリギリまで靴下は履かずに短パンでいる方ですけども、ついに短パン、ちょっと貧者株ね、膝構造寒いなと思って、短パンじゃなくてこう七分ぐらいのね、クロップドパンツって言うんでしたっけ、あのね、七分丈みたいなのにこう履き替えまして、である日、今度はね、ある朝ちょっと足寒いなと思って、崩して履くべやと思ってね、靴下を履いたりとか、少しずつこの身につけるものが増えていくこの時期でございますね。だからこれ風呂入るときやっぱりね、夏はささっとこう入れるんですけども、温泉施設なんかに行きましても、服を脱いで着るのが億劫になりますね。だけど結構あれですよね、服を脱いだり着たりするっていうのは体力使うっていうか、でもね、温泉施設なんかでもやんばいのこうずんざだね、おじいさま方の、まあ、自分も60ですけども、服を脱いだり着たりしてるの見てると、こうやっぱり肩のあたりぐっとこう曲げるの大変そうな方いらっしゃいますもんね。だから服を脱いだり着たりっていうのは思いのほか体力使ってるんですね。若い頃は全然ほどのことも思いませんでしたけどね。なので普段からストレッチというかね、特に肩周りですね、気付けられないなって思うんですけどもね。まあ還暦になりましてね、私60歳で、前回も申し上げましたけども、まだ還暦になったとはいえ、例えば何かの受付なんかでね、自分の年齢を書いたことがないので、いまいちなんかその実感がないなんてことをちょっと言ったんですけどね、まだ書いてはいないんです、俺もホテルのチェックインとかで。これで奈良に行ったんですけども、その主催者さんからね、イベントさんからチケットが送られてきたんですけど、エアチケットね、山形空港から行ったのだな。でも今時よ、エアチケットはつってもよ、ここをクリックしてくださいと、スマホで、そうするとリンク先に QR コードがありますからっていう時代ですからね、封筒で送られてくるわけじゃないんですけども、そこに申し込み者っていうところにね、搭乗者名、何便、座席も書いてあって、何時発と、で搭乗者名山口岩尾様60歳ってね、初めて自分が60であることを嫌な上にも見せつけられましてね、なんかグッとくるものありましたね。でも例えばこれがホテルなんかにチェックインして、年齢を書くときに60とか書きますよね、だと思えば、初めて自分でチェックインしてホテルに泊まったのは大学受験の時だったと思うんですよ。まあ、まだ高校3年の冬休みだったのに、ほんとき階段だべね、18って。それから、まあ、ミュージシャン、この音楽業界に入りまして、もうね、20代の頃はもう年間もう百何十本ぐらいコンサートして全国回ってましたから、年齢を書くわけですよ、その度。それがデビューしたの25だったからね、けどね、25、26なんていう風になったわけですけど、考えたらこう18と書いた日もあるんだなと、今60と書くけれども、だとよ、この18から60までの距離感といいますか、例えばですけどね、駐車場なんかで大きい駐車場ありますよね、で番号書いてあるとしたら、18番に停めたとします、車を、だとよ、60番ってのははるか彼方ですからね、42台あるわけですよ、その間に車が。あと例えば番号札もらうことってあるじゃないですか。この間もね、俺免許の更新でね、行ったんですよ、免許センターね、5年前は茅ヶ崎警察署で更新したんですよね。それが、まあ、幸いなことにね、今住んでるところから免許センター、もう自転車で行けるぐらいの距離なんですけども、で番号札とかもらうじゃないですか、そういう時ね。だとこれが例えば18番ってもらったとしますよ、これが60番もらったらないだ、ヤンバエルなど、一回帰って後で食っかはーぐらいの感じですよね、60番というと。18と60じゃね、そんなことを考えておりました。はい、さて、先々週、はい、先々週とあんまりお便り紹介できなかったので、お便りをね、ちょっと前々回のお便り含めて紹介していきたいと思いますけどね。
マンズいつもいただきます村山市のくるくるクイーンさんからはね、前回のあの頃の歌弾き語りに関してね、やっぱりイズニャーイズニャーいいよねと、昭和のあの頃の歌、岩尾さんと同世代でいがったって思う、私たち中学生の中高生の頃はね、の曲ってのはやっぱりいいなと。で最近の若い子もね、まあ、サブスクと言いまして月額ね980円とかでいろんな曲聴き放題になってますんでね、今さスマホでまたね、あの頃の80年代の歌がすごくバズっている、バズっているっていうのも今の言い方ですけど、こうブレイクしている、盛り上がってるっていうことですね。ツイストから高山源まで、みなしてける岩尾さん最高ありがとうさまです、みなしてけるね、みんな歌って、くださるということですね、ありがとうございます。いやーということでね、でね、あの頃の歌に五十嵐弘明さんのペガサスの朝いただいたんですよね。実は俺この歌大好きでね、趣味として自分でなんか一人きりで部屋で弾き語ったこともあるんですよ、30年ぐらい前に。五十嵐弘明さん、でもこの業界に入るとね、大体の人っていうのはスタジオとか番組なんかで1回ぐらいお会いしてるんですけど、五十嵐弘明さんはお会いしたことないんですよね。でもペガサスの朝、ペガサスの朝ね、俺弾き語りしたのはディープパープル、それはラララララララなくて言ってなきゃ、だんだんだ俺だんだん五十嵐弘明さん好きなんだっけな。いやいや、どうもありがとうございます。このおずしてみたいと思います。ということで方言ロッカーはですね、ちょっとお便りなかなか紹介できなかったんで、今日は太口をついて出た山形弁もたくさんいただいているので、前編太口をついて出た山形弁コーナー的な感じというかフリートークな感じで、ちょっとあの頃の歌もちょっとね、今週パタパタというわなかなか準備さんできから今週休まへできらっしゃいさでということで、フリートークな感じで今週分お送りしたいと思います。だら方言ロッカーは最後までよろしくっす。さてどんどんお便り紹介していきます。ラジオネーム醜いアヒルの子さん、アヒルの赤ちゃん結構ね面食いと思いますけどね、いつもね手書きで丁寧な、おはがきいただきます、ありがとうさまです。岩尾さんお誕生日おめでとうございます、ありがとうさま、いつも楽しく聞いてますよ、お体に気をつけて素敵な曲を聴かせてくださいねということでね、で膝大丈夫ですかって書いてくださいましたけどね、忘れもしない去年の1月26日にスキーでアガスケつかしてアガスケタゲでいい気になってってことですね、転倒して右膝をね痛めたんですけどもね、半年ぐらいは全く正座もできず、90度ぐらいまでしか曲がらなかったんですけども、おかげさまでもう今はもうだね、完璧ではないけどまあ 95% 大丈夫ですね。よっぽど長時間正座したらね痛くなると思うんですけど、幸いなことに今ねそんなここさ座てろってねそういうこともないので今のとこ大丈夫でございますが、ということでね、醜いアヒルの子さんからねリクエストっていうことで、俺のラジオ体操、山形弁ラジオ体操いただきまして、いやーこうだなあっけなと思って、ちょうど1年前ぐらいですかね、キングレコードから出たね全国ラジオ体操に入ってるんですけど、だらこの曲から曲っていうんですかねこれね、じゃあ山形、ラジオ体操、全国ラジオ体操の山形弁編、山口岩尾が、やってます、これから今週聞いてくださいランゾー体操大座、だらほらみな張り切って始めめ、腕ば前から上下げておっきしぐ背伸びの運動だほりゃ、はい、えつ1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕ば回してください、おれ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足場横さ出して腕の運動だ、横振れ斜め上さ、おっきすぐ5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、正午さ曲げてきらっしゃい、1、2、3、4、5、6、7、8、
ハザエズネッサンサッゴーロク下さまげてきらっしゃい。ほりゃほりゃしゃっこくはベインベイって3回ほりゃ起こして後ろさそっかいとほりゃもう一回寝よう。エズネッサンサッゴーロク念ずる運動。エズネッサンサッ今と大きすぐ7はずエズネッサンセッ5、6足場戻して手足の運動だ。ほりゃじっつぐ曲げて伸ばして曲げて下げて5、6、7はずエズネッサンセッ5、6足場横さ出して斜め下さふっかく曲げて正面でそっかえて反対側の斜め下さ干して戻ったらまだそっかえてエズネッサンセッ5、6体は回してきやしゃおりゃエズネッサンセッ5、6、7はずエズネッサンセッ5、6足場戻して両足飛びすんべおりゃエズネッサンセッ開いて、トンズで、開いて、トンズで、いず、ね、さん、せ、ご、ろく、なら、まんぞ、おら、手足の運動すべ、おら、いず、ね、さん、せ、ご、ろく、なら、はず、いず、ね、さん、せ、ご、ろく、なら、すんこけしおんびゃ、なら、たんといぎすって、ほりゃ、はいできらっしゃい、ご、ろく、なら、はず、エズネッサンセッ5、6、7はずどこりゃないんだって体かでんねがほりゃ毎日体操してきらっしゃいな。はい、ないんだって体かでんねがほりゃということで聞いていただきました。方言ロックアワー今日の1曲目というのかちょっと微妙ですけどもね。醜いアヒルの子さんからいただきました。これはですね去年の7月でしたね。7月20日発売になっておりますキングレコードからね CD オラガ町のラジオ体操第1方言やユニークな登場人物の号令で毎日3分楽しく全身運動という CD がありますね。ユニークな登場人物ってこれ俺ですかね、はい、聞いていただきましたけども、これはなかなかレコード店ではね扱いないと思いますけど、キングレコードの直販サイトでキングレコードで、オラガ町のラジオ体操で検索してみたら私の場合今ここでねタブレットでヒットしておりますけどもね、通販サイト1800円でございます。でですね、いや改めて聞いたけど高田直哉ずいいねいいねずっていう感じもしますね。なんか今時こんな人いないし、昔も高田直哉ふざけた人はいなかったような気もしますが、でも抱くような気もするね。皆さんまあこれはね内陸思いっきり内陸の感じですけどね、YouTube なんかちょっと見ますとね庄内弁編っていうのもねこれは多分こういうレコード会社の企画じゃなくて自主的にアップロードされてる方かなと思いましたけれども、庄内弁編もありまして非常に、面白かったです。楽しかったです、ね、ぜひ皆さん聞いてみてくださいということで、ここでコンサートの告知を一発入れようと思ったんですけど、ふとね今ラジオ体操聞き終わってこれをライブでやるのもありかなと一瞬頭をよぎったんですが打ち消しました。これ違うねやっぱりライブでね、まあこれはこれでなんかねイベントなんかでみんなでラジオ体操しましょうみたいな野外イベントとかでやるのはありかなと気もしたんですけど、まあ来年、ちょっとやるかもしれません。お楽しみに、はい。ということで山口岩尾コンサート還暦岩尾瀬祭り120までまだ半分絶賛発売中です。11月25日の土曜日が会場15時、開演15時半、ゲストが工藤彩乃ちゃん、そして11月26日日曜日が会場1時、午後1時開演が1時半、ゲストが白崎恵美ちゃんね。で彩乃ちゃんもその山形にいるようなので来てくださるということを言ってますのでね、彩乃ちゃんも来てくださると思います。そしてサポートメンバーがバイオリン駒込亮、ストーミツルベース、ね、リムでございます。そして上原陽子パーカッションで、26日のみなんですけれども長井出身のケーナ奏者金子勲、この番組のエンディングテーマでもおなじみのなたぎり峠でケーナを吹いてくれてるミュージシャンですね、金子勲くんが来てくれます。チケットは東総アリーナ、ね、会場の窓口
天童八文字屋さん、 SET チケットサービス、そしてローソンチケット、ね、コンビニでもお求めいただけます。そして電話でのお問い合わせはステージアンサンブル東北 023-684-1825、 023-684-1825 までお願いします。平日の10時から、夕方5時までの受付です。そしてですね、この還暦は大勢祭り120までまだ半分というこのとてつもないタイトルは、なんと作詞家の瓜野正雄さんね、少女 A、 2億4000万の瞳、めぐみの人などなどで、あとはチェッカーズのね、涙のリクエストほか、多くの曲を作詞された瓜野正雄さんが考えてくれました。11月までもう少しです。ぜひ来てくださいでは、この後は先週お休みしたつい口をついて出た山形弁というまあコーナーではありますが、お便り紹介フリートークな感じでいきたいと思います。お楽しみに。山口岩尾の方言ロックアワー。ふと口をついて出たシャマガダ弁、はい、ということでやってまいりました。先週お休みさせていただきましたけどね。で、今週はあの頃の歌、ちょっと、バタバタと時間がなく準備できずですいません、今週お休みさせていらっしゃい。家族で大ファンさん、ムスシメングベ、川さ魚シメングネガシェメル岩尾さん屋根気がすということで、はい、これ解説いたします。もちろん私も、使いましたね。普通にムスシメングベはムス、虫ですね。シェメングベ、シェメルっていうのは捕まえることですね。なかなかシメらんなくてよなんて、捕まえるがシェメル、攻めるとは言わないもんな、シェメルですね。川さ魚シメンガネが、川に魚を捕まえに行かないかいということで、ね、これは普通に使いましたよ。で、この番組の思い出したけど、4年ぐらい前始まった頃にね、これはなんて言ってるんだろうってクイズ形式にして出したことあるんですけど、いきますよ、この同じシリーズでいきますけど、カツカシメアンベ、はい、これほとんど分かんないでしょ。カツカシメアンベ、自分で言っててよく分かりませんが、いや今分かった方は爆笑してるでしょうね、ラジオの向こうで。カツカはカジカですね。カジカっていう魚、川魚ですね。カツカシメ、これは捕まえにアンベと行こうというね、カツカシメアンベで、これ別に俺カツカシメアンベと言ってカジカを捕まえに行った覚えはないんですけど、あ、でも田地川あたりであれだな、カジカとか捕まえたことはあっけども、実際にカツカシメアンベと言って行ったわけじゃないんですけど、なんか響き面白いでカツカシメアンベ、ね、ありがとうございます。さて、くるくるクイーンさんからはですね、この間立岡商店街のことを言ってでけで嬉しいけと言ってもらってね、嬉しかったと。だず昭和50年代から動きないのねがといういい意味 で、でとてもね、落ち着くいい商店街ということで、その後の中にね、車なく車じゃなくて歩いてみてけらっしゃいと、皆さんいいよ。この次がねちょっとネタなんですけど、俺の今日ね、ムガスの便所紙売ってるみへどが時計売ってる店とかね、こういうな、いろいろあるということで、この便所紙、便所紙って言ったっけね、トイレットペーパーね、便所紙。ほんで思ったんですけど、あのこの番組でも言ったと思うんですけどね、あの白崎恵美ちゃんの旦那さん、あのアメリカ育ちのね、日系アメリカ人の方ですけども、ずっと英語で育ったわけですよ。ただ家庭の中には日本語もばあちゃんとかいたからあったけど、で覚えた日本語が古い日本語で、これハワイの人なんかもそういうのありますけど、日本にね来られて30過ぎで来られたって言ったっけかな。で普通に日本語は日常会話程度はできるんだけど、何かショッピングセンターなんかに行って、すみません、あの便所どこですかって言ったら、はーってびっくりされたと。でそれを人に言ったら、今便所なんて言わないよ、トイレだって。なんかそういうのあるよね。俺が小さい頃は便所普通に言ってましたよ。でトイレットペーパーは便所紙ね、そう言ったもんですけど、この間ね面白いなと思ったのは、我が曹操庵ね、家主さんの山田秀さんね、山田秀さん75歳、喋ってて、あることをこうチケットの座席みたいなのがこうバラバラでみたいな、こうバラバラにこう拝見されていてみたいな話してたら、うん、こういう風にほら、こっちここでが、あのローソンチケットがここで、あの八文字屋さんがここはという風になったっけのようになってたら、ああランダムにねなんて言われて、あ、でも割と俺なんか割と英語
使う方ですけど、俺の口からはそのランダムっていう言葉は出てこなかったんだけども、普段英語使わないような人の口からランダム、あ、ランダムねってやった時に、だんだんランダムよって。だからなんかやっぱり今や英語の方が分かりやすい言葉ってあるよね。あと例えばキャンセル、なんかこの間も誰か喋ったの聞いて、なんだかんだ言ってあれ俺キャンセルなってしまってよって方言で言ってるんだけど、キャンセルってまあチケットなら取り消しとかあるけど、払い戻しとか解約とか、なんかそれを総合して英語だと一言でキャンセルで、キャンセレーション、キャンセレーションね、キャンセルでスムゲットも、ほいな日本語さないずね。だからこういうことっていろいろあるなーと思ったとこでした。皆さんの中でもすっかり逆にこれは英語が定着してしまって日本語ではかえって表現しにくいなんていうことはないべがねえす。もう一つです。初めてのお便りかな、河北町からいただきました。ラジオネームがこれすでに爆笑なんですけど、バカバッツさん。バカバッツっていうのはフーリッシュな末っ子さんですね。はい、バッツ、バッツだの、ゲッペだの言ったっけね。バッツっていうのは末っ子で、ゲッペ、俺ゲッペだもんっていうのはビリーのことですね。先日の放送で二人称であなたのことをソナダという話が紹介されました。私の経験上、目上というか立場が上の人から下の人に言うときに主に使われるような印象です。そのさらに強い言い方があると天道の人に聞いたのを思い出しました。伊賀二歳、よく聞いてるよ、二歳だら小馬鹿くさいもななどと、文字にすると二歳ですが、んさみたいに聞こえることもあります。あまり耳障りが良くないので、昔は絶滅してもいい単語だなだとなどと思ってましたが、弱さんは何たすということで、これニサっていうのも俺聞いたことありますけど、ウサですね、ウサ、ウサよ、ちょっと上から目線な感じでウサっていう、こうお前みたいな感じですね、ウサ、うん、確かにあまり品は良くないですけど、まあ気兼ねもね、今、うん、ウサだのニサだのっていうのは俺ら小さい頃はありましたよね、聞きましたね。そしてこのお前っていう表現も最近ね、綾乃ちゃんのラジオでもなんか お前なんていきなり言われて、ぐしゃぱりやげだって頭先来たなんて話してましたけど、これ前金子勲くん、長井出身のね経営な奏者、聞いた時にお前っていうのはもともとね、御前という意味で古代の日本では定年語だったっていうのを私も知ってたんですけども、沖玉の方ではあなた様みたいな意味で御前、お前っていう風に使ったそうですね。でその癖があって何かの時にそういう意味で使ったら失礼なみたいな言い方されことになってしまったと ありますけれどもね、時代とともにやっぱり言葉っていうのは変わるんだな。俺だの頃は普通にお前っていうのは友達同士で使ってたけど、今やっぱりね、男性がなんか女性とか後輩とか女の子お前なんて言うとやっぱりすごい反感買うっていう話はよく聞きますね。やっぱり時代とともに言葉っていうのは変わるもんなんだね。ということで駆け足でお送りしました、ふと口をついて出た山形弁、またしてもたくさんお便りいただいたのに紹介できませんでした、すいません。ちゃんと私全部読ませていただいてますのでね、皆さんも何か思いついた、言葉ありましたら、どうしても俺の番組だと内陸言葉が中心になるんですけども、沖玉、最上、庄内といろんな県内各地の言葉をお待ちしております。 YBC ホームページ、リクエストボックスから、特にリクエスト曲書かなくてもこのコーナー結構ですからね、ぜひ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 寄せてけらっしゃいす、おしやさま。ふるさと雪の汽車に乗り、いくつもお送りしてまいりました山口和を方言ロックアワー、あっという間の30分なんたけべっす、楽しんでいただけましたでしょうか。最後は後テーマね、しばらくなたぎり峠だったんですけど、久しぶりにね最初の頃に戻ってサスケね、でしばらく行ってみようかなと思いますけど、先週も言ったんですけどね、このふるさと雪の汽車の汽車はやっぱりなまってますね。でこれは神奈川県でレコーディングしたんですけどね、5年前にいくつもの絵はやっぱり、先週も思ったけど今週も聞いたらやっぱりなまってるな、これいくつもこれ全然これ完全に俺標準語で歌ってるつもりだったんですけどね、当時はね。ということで、お便りまだよ、紹介三連休のよんだから、お名前だけでもね、東京都武蔵野市、俺もかつて住んだことありますけど武蔵野市からいただきましたね、坂橋熊次郎さんね、ラジオネーム山形県出身の方だと思います。河北町のラジオネームは浜田山さん、浜田山田さん、
浜田山田さんね、ひなのゆライブ来てくださったということでありがとうさま。いやーなんだ、やぞ人前だよね。あの河北町三つの部のんだごんぱさん他、常連さん含めたくさんの方からお便りいただきました。どうもありがとうさまです。それでは最後にもう一度コンサートのお知らせです。山口はおコンサート還暦は大勢祭り120までまだ半分、11月25日土曜日、11月26日の日曜日の2日間、山形市闘争アリーナホール、旧シベールアリーナですね、行います。チケットは闘争アリーナ天童八文字やローソンチケットなどでお求めいただけます。ぜひ来てくださいんだらまた来週。お相手は天童の山口洋でした。お幸せまーす。元気で暮らしているのかな、トンネル越えたら山形県。サスケね、サスケね、何遍でも夢を見ろ。サスケね、サスケね、希望の言葉。サスケね。サスケね、何遍でもやり直せ。サスケね、サスケね、希望の言葉。サスケね、サスケね、サスケね、何遍でも夢を見ろ。サスケね、サスケね、希望の言葉。サスケね、サスケ、希望の言葉。サスケ、オラダの言葉。サスケ。